んにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ウルトラエッグ地底怪獣グドンです。このグドンは同じウルトラエッグのウルトラセブンと同時発売だったんですけど、ウルトラセブンあたりから相当体型の修正が入って、すごくシルエットがかっこよくなりました。おそらくこのグドンもかなりクオリティが高くなったそうです。では早速中身を確認していきたいと思います。はい、中身はグドン本体のみです。このシワっぽい感じとか、この色の質感とかすごいですね。もうこのエッグ状態ですでにクオリティトップクラスのオーラがありますね。しかもこのエッグ状態の卵型がすごく綺麗です。ではエッグモードからアタックモードに変形させます。足を出して、あ、こうなってるんですね。足の先が折り曲がるんですね。あ、しかもなんか足長いですよ結構。そして尻尾も出します。しかもこれ肉抜きないですね。グドンの売りであるこの手のムチですよね。お、これもいい感じです。そして胸のパーツを開けて顔を出します。完成、地底怪獣グドンです。いや、これはすごい。やっぱ新しいウルトラエッグはめちゃくちゃクオリティ上がってますね。しかもこのムチの部分は柔らかい素材でできてますので危なくないですし、引っ張れば簡単に取れます。顔の造形細かいですね。ちょっとウルトラエッグは今まで若干デフォルメされてる部分がありましたけど、テレビに出てきたグドンの雰囲気そのままですね。で、この角の部分も柔らかい素材です。これは配慮されてますね。そして後ろ側ね、今までは思いっきり肉抜きしてあったりとかしたんですけど、後ろのシルエットも全く妥協がないですよ。完璧完璧。すごいすごい。はい、ツインテールと並べてみました。やっぱグドンを語る上でツインテールは欠かせないですよね。まあ、グドンがね、ツインテールを捕食対象として見てるので、こうね、で食べられるか、みたいな感じで。こういう感じで関連のある怪獣のエッグが増えていくと、より楽しめますね。あと、可動部分は腕のこの付け根ぐらいですね。首とかもこれ動きそうなんですけど、実はね、動かないんですよ。完全に固定ですね。なので、ポージングは少しだけつけられます。では、アタックモードからエッグモードに戻します。少しムチの部分が不安定ですけど、それでも変形は簡単です。以上、ウルトラエッグ地底怪獣グドンの紹介でした。